ただのです。はい、無双8フラゲならずでした。多分今日ね発送通知が多分届くと思うんですけど、そしたら明日からになるかなって感じです。今日は続きピラミッド建設中、後でね多分編集し直して無線倒します。いいリンゴ、ワニがいる、あばいばばい、あばねえそろそろね操作になれたいと思うんですけど、行ったそばから、あ、どうもおはようございます、コメントありがとうございます。あ、なんか怖いね、ちょっと絶対今だ、うー、滑る滑るね、これをちょっと待って、これをね、あ、怖いな、これ怖い、あ、落ちるね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 、はい、ボーナスステージ、ボーナスステージ行きましょう。無双8ね、プラリスした人も多分いると思うんですけど、あと今回建築感がどんなものなのか分かんないけど、判定でかいですね、爆弾の、あ、上に残機あるね。無双8の発売を明日に控えてクラッシュバネクなんて知っていいの、それでいいの本当ですね。でも逆にね、フライングゲットできなかったから悔しすぎてちょっとクラバンやってます。イライラするゲーム、やめてー、怖い、ここだよ、私の見方のとこ、ここなんだよ、怖いね、今か、はいはい、赤赤赤、これ広いところを行った瞬間に死ぬんで、ただね、無双8の実況は禁止感が本当にわからないので、それをね、この間聞けばよかったんですけど、鈴木プロデューサーに聞けなかったんですよね、どんなもんなのか、赤赤大事にしてこう、残しとこう、あのね、苦手なところがあるから、ここね、ここ、これタイミング重視、はい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 、落ち着いていきましょう、今か、ピラミッド建設中、クリア、月夜の超特急行きましょう、ココね、ココさん、おとらの名前ですね、プーラ、これね、残機が残り1だからちょっと落ち着こう、落ち着こう、
たゲームオーバー。僕はもう三国無双 A と発売してるみたいです。あ、そうなんですね。じゃあ中国の方はもうフラゲっていうか、もう発売日が違うのか、日本の方が遅いって何なんだろうね。ただのクオリティ健在、今日もそうですね、 TDNC、 それをただのクオリティって言うんですね。新用語できた。あ、ボスじゃない？今日ここまでやるか。ディンゴダイル、ディンゴですね、懐かしい。これはね、ワニなのか、まあ、クロコダイルの。俺っち忠告はしたよな、おめえのせいで戦うんだからな。ワニと豚のミックスなのかな、こいつは。火炎放射器には予想外の威力がある。これね、ボス戦ね、結構厳しいよね。ああ、焼肉されちゃうね。どういう動き？どっちから来んの？やばいね。なんかやばいやばい。なんか追われてる追われてる。ちょっと待って。どういう動き？左回りでしょ？左回りで来るのね。やばいよやばいよやばいやばい、待って、うおおやばいやばい、よし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 、危ない危ない、次も来るの、どっち、こっち、やばいよやばいよやばいよ、ほいほい、火炎放射火炎放射、2倍の高さにジャンプするには罰でジャンプしてから一度目で罰を打つ、こいつ距離が、よし、いい感じ、ありがとうね、リンゴ、やっとのミスじゃない。そんな感じで今日は無事終わりました。次回のあれだけ見とこうか。一応新しいタイムネジネジマシンが公開されたので、次回は BBT で突破する、嫌な予感、多分恐竜だねと、海底のジェズマシン、アラビアの熱帯夜、またかい、地割れのハイウェイをゴー、巨人作業員伝説、はい、じゃあ次回頑張りましょう。まあ、どこまで進むか分かんないんですけど、はい、ということで今日もありがとうございました。またねー。